ザビエルの頭を黒く塗った男です。今日もよろしくお願いします。この番組は世界史の通史を独自の視点でお届けしようという趣旨でやってる番組ですので、最後まで見ていってください。ペルシャからイッピアスを政権に戻すように圧力を受けたアテネ、アテネは断固拒否します。この頃はもうクレイステネスが決めてるというよりは民会と500人評議会とかでね、決めてるような感じですね。さらにミレトスの反乱に手を貸してペルシャを怒らせると。実際ミレトスは小アジア側のイオニア諸都市をですね、ミレトスだけじゃなくて他のイオニア諸都市を巻き込んでサルデスっていうところ、サルデスっていうのはペルシャの首都の一つですね。ペルシャって、サルデスとかペルセポリスとかね、バビロンとかスサとかね、4つぐらい、こう、首都があって、それぞれで、王が転々としてたみたいな説明をしてたと思うんですけど、このサルデスっていうのは、もともと、リディアの首都だったところなんですけど、ここがね、王の道ってあったじゃないですか。王の道の最終地点みたいな感じなんです。ここからこう、ペルセポリスの方に伸びていってるみたいな感じなんですよね。で、このサルデスまで、イオニア諸都市をね、反乱を起こして、迫ることには成功するんですよ。迫ることは迫るんですよ。でも、あと一歩のところで攻略できずに返り討ちにあって、反乱は潰されるって感じなんですね。そして、ダレイオス一世の怒りを買ったアテネは懲罰の対象となると。ペルシャ戦争がこれで始まります。前492年第1回ギリシャ遠征でですね、マケドニアあたりまでですね、ペルシャ領になってしまうんですよ。ごめんなさい、この地図だとテッサリアのあたりまで、ペルシャ領になってるっぽくなっちゃってるんですけど、多分まあそんなには言ってないですね。このあたりかな、マケドニアのあたりかなっていうところですね、この第1回の時は。で、これで、マケドニアあたりまでペルシャ領になります。この時にね、マケドニアってペルシャになってるわけですよね。そう考えるとね、マケドニアが今度ペルシャにリベンジしていったみたいなことも面白いですよね。いよいよね、アテネの近くまで迫ってきてますね。そのまま一気に来るかと思いきやですね、なんと多くの船が難破してしまうんですね。陸からも行ってたんですけど、海からメインで行ってて、多くの船が難破してしまいます。ペルシャ側の有能な将兵の多くをね、ここで失うことになるんですよ。ポセイドンの怒りなんでしょうね。実際これアテネでもね、やったー、ポセイドンの怒りだーみたいな感じでね、すげー盛り上がるんですよね。で、基本ペルシャは海軍持ってないので、船出したのはね、フェニキア人と、支配されたギリシャ人ポリスですね。その、イオニア諸都市とか、この辺の島々ももう、占領されてますんで、その辺の、ポリスの人が出したと、こういうことですね。あとはフェニキアですね。しかし2年後の前490年ですね、再び大艦隊を編成してアテネを目指してやってくると。圧倒的物量差、あんなに沈んだのにみたいな。この艦隊にはヒッピアスもですね、ヒッピアスですよ、選手のヒッピアスも同乗してたんですね。今度はまっすぐアテネに向かってきます。まっすぐ船でね、向かってくるんですよ。この頃はのアテネは船が少ないんですよ、まだ。なので海戦で迎撃するっていうことができません。揚陸ポイントを見極めて、どこに揚陸してくるかなっていうのを見極めて陣を敷いて待っておくしかないんですよ。相手がどこに攻めてくるか、もうインテリジェンスとあとは運みたいな感じ。これが当たるかどうかに命運がかかってると言っても過言ではないんです、マジで。要は船で上陸するときってどうしてもその上陸する瞬間はもたつくじゃないですか。そこに矢の雨を降らせたりすればかなりの数を削れるわけですよ。だけど上陸されちゃった後だともうただの陸戦になっちゃうので、数が少ないアテネが圧倒的に不利になるってことですね。なので勝機を見出すにはその上陸ポイントを見極めてそこを叩くしかないって感じなんですよね。で、アテネはアッティカ半島の南の方の岸南岸に上陸してくるだろうなと予測したんですね。それが最短ルートなんで、そこだろうなというふうに予測したんですね。そこが上陸しやすかったのかな、本来的には。で、そこに陣を張ったんです。
しかし相手にはヒッピアスがいるわけですよ。ヒッピアスはアテネの地形をよく知ってるわけです。南岸に陣を敷くだろうなんてことはもうお見通しなんですよ。ぐーっと迂回して、まあこの南岸のあたりに来るかなと思ってたら、ぐーっと迂回してマラトンの海岸に降り立つんですね。でアテネでは大混乱ですよ。急遽民会が開かれて大論争です。マラトンだと、アテネのすぐ裏側じゃないかみたいな。で、すでに上陸されて陣も敷かれている。これではガチンコの陸戦になってしまう。勝ち目はない。もう上陸されちゃってるんですね。降伏するしかないのか。そもそもペルシャに抵抗しようなんていうことが鼻から無理だったんだよみたいなことを言い出すやつも出てくると、弱音がポロポロ出始めるんですね。そんな時ある人がですね、そうだ。スパルタだ。スパルタに援軍を頼もうとかって言い出すんですよ。なかなか虫のいい話だとは思いますけどね、クレイステネスがやった仕打ち忘れたのかみたいなね。でもアテネは急いでですね、あのスパルタに援軍依頼をしに行ったんですね。しかしスパルタの回答は、ごめん、今日はお祭りの日だから行けないっていう、あの、なんだその言い訳みたいな。飲みに誘ったけど行きたくないから適当に理由つけて断る時みたいな。まあなんか祭りで行けないのは本当っぽいし、なんか満月の日までは出陣できないっていう謎ルールがですね、スパルタにはあったんですよ。で、一応まあスパルタもね、遅ればせながら援軍を送ったんですよね、一応ね。その時にはすでにね、もうね、戦い終わった時だったんですよね。でもなんかこの一連の流れからすると、スパルタが本当にアテネ助けるつもりあったのかなって感じはちょっとしますけどね。怪しい気はしますけどね。はい、個人的見解です。別にそういう風に書かれてるわけじゃないです。はい、スパルタの援軍が期待できないと分かった今、もう降伏するしかないか。民会でもですね、その悲観論が体制を占めるようになってきた中ですね、ペルシャ軍断固迎撃すべし、叫ぶ者が現れたんですね。将軍ミルティアディス。ミルティアディスは傭兵としてペルシャ軍に仕えていたこともあったんですよ。なのでペルシャ軍にね、詳しいらしいんですよね。で、ペルシャ恐るるに足らず。ペルシャの主力は騎兵。マラトンの地形で騎兵は活躍できまい。敵方が油断している今こそ付け入る隙があるって演説するんですね。それもそうかなってなって、結局ミルティアディスの案が採用されることになります。断固迎撃ですね。そうと決まればアテネの重装歩兵およそ9000、同盟士の1000を合わせた1万で出陣します。ペルシャ側およそ2万。戦は今も昔も囲んだらほぼ勝ちです。お互い敵をどうやったら取り囲めるかっていうのを知恵を絞り合うものですよね。そのために陣形ってものがあると。基本は横陣、横型、横長に隊形、隊列を組んで、それが何列あるかによって、強度が変わってくる、強さが変わってくると。縦に何列あるか。ですね、によって強さが変わってくる。まあ、あの陣の深さとかね、重心とか言いますよね。縦の深さ、重心って言いますよね。例えばあの兵力が同じだった場合はですよ、相手がよ、あの王陣の広さを広げてきたとしますよね。そしたらそれに合わせて自分も広げないと横から簡単に包囲されて、殲滅されてしまいます。なので深さを浅くして横に広げるっていうような感じで、相手に対応するような策を取っていくわけですね。ただし深さが浅くなるということは、その分そこが弱くなるんで、その浅くなったところを中央突破してきて相手の裏側に出て包囲殲滅するみたいなこともあると。これがまあ中央突破とかって言われるやつですよね。あとは陽動部隊を相手の裏側に回り込むように送ると、まあほっとくと相手は包囲されちゃうので、それに合わせて相手も防御に動かざるを得ないと。で、動いた時には隙ができやすいので、その隙を抜けてですね、裏側に出て、包囲するというようなことをやるのが戦なんですよ。まあ、簡単に言い過ぎですけど、はい、非常に分かりにくい説明で申し訳ないんですけど、まあまあそんな感じのことをやるわけですよね。そんな睨み合いをすると、でマラトンの戦いでは1万対2万ですよね。数が違うわけです。単純に縦の深さを同じにして王陣組んだら、ペルシャの方が倍の広さの王陣組めちゃう。いますからね。そしたら簡単に周りからね、広く取れるんだから、その周りからぐーって、包囲されちゃうと。だから勝ち目がないと通常は思うわけですよ。
ただマラトンはそんなに広い平地はないので、2万人がぐわーっと横に広く展開できるような地形がなかったっぽいんですね。だからペルシャ側はある程度深さがあって、広さの狭い陣形を組まざるを得ないっていう感じで、ミルティアディスなんかは多分ここに勝機を見たんだと思います。多分ね、記録がないのであんまりわかんないんですけど、想像です。ギリシャもペルシャも同じ程度の広さの王陣で布陣するわけです。というか、その地形の おかげで同じような広さで布陣することができたわけですね。お互いしばらく睨み合いが続きます。ここでさっき言った陽動を仕掛けるかどうかとかね、中央突破を図るかどうかとかが将軍の脳内を駆け巡るわけですよ。どういう風にこう先手を打っていこうかなみたいな。でも兵力が半分なんだから、ギリシャの重心深さは浅いわけですよ。ペルシャに比べてね。しかもギリシャ軍はなんかね、ちょうど真ん中あたりが浅くなってるんですね。当然ペルシャとしてはそこを突こうとしますよね。この真ん中のあたりを、つまり中央突破を図るわけですよ。中央突破を図って突撃でザーッ。そしたら同時にですね、ギリシャの両翼が一気に駆け出す。走らーっブワーッって周りから走っていってですね、ミルティアディスはですね、あえて中央の重心を他より浅くして両翼両端を深くしたんですね。厚くしたんです。突型になったペルシャ軍に対してそれを包み込むように両翼が動き出すギリシャ軍みたいな感じになっていくわけですよ。で、中央を破れればペルシャの勝ちだし、耐え切って両翼が包囲すればギリシャの勝ちみたいな展開になっていくわけです。ここで絶対通さないマンのファランクスの防御力が威力を発揮してですね、中央部分浅くしたにもかかわらず、ペルシャの猛攻にギリシャファランクスが耐えるわけですよ。中央が耐えてる間に両翼が包囲して、あとはすり潰していくだけみたいな展開になるわけです。で、ペルシャ軍は大混乱して、数時間の戦闘の後にペルシャ軍全軍撤退。終わってみれば、ペルシャ軍戦死6400人、ギリシャ軍192人、ギリシャ圧倒的勝利。この知らせを伝令の一人がなんかそのマラトン海岸からアテネまでの距離42キロ、強ぐらいですかね、を駆け抜けて、我が軍勝てるっつってその場でバタって倒れたっていう逸話がですね、マラソン競技の語源とされていますが、なんかそれは近代オリンピックでマラソン競技が作られた時とかに、なんかまあローマの話とかをね、なんかこう織り交ぜて創作された話みたいなことを言われてますね。はい。まあ、大勝利に沸くアテネですね。勝利に導いたミルティアディスの凱旋ですよ。うわー、ミルティアディス、ミルティアディス。そして大活躍したアテネ市民たちによるファランクス部隊、ファランクス、ファランクス。今まで以上にね、そのファランクスで活躍した市民の地位が向上していくわけですよ。で、将軍も民会の多数決で決めるんですけど、当然ミルティアディスは再選しますよ。そしてマラトンの戦いから1年後ですね、名将ミルティアディスは民会に提案します。市民諸君、マラトンでは大勝利を収めたとはいえ、ペルシャはまたやってくるであろう。マラトンの勝利は我らが自ら切り開いたものだ。ペルシャが来るのを座して待つ必要はない。我らの未来は我らで切り開こうではないか。うわあ、ミルティアディス、ミルティアディス、うわあ。もうミルティアディス教ですよね、もう。大人気。アテネは打って出ることにするんですね。まずは、ペルシャ海軍の中継地となったパロス島というところですね。もともとギリシャ人のポリスなんですけど、そこをね、攻略しに行きます。しかし、パロス島の住民が想像以上にめっちゃすごい抵抗してくるんですよ。全然上陸できないんです。あ、ごめんなさい。これミルティアディスが、その、ペルシャに打って出たというよりは、なんかね、パロス島に、結構こう お宝というかね、みたいなのもあったんで、金かけて遠征しても、なんかパロス島を侵略すれば、それなりに見返りが入るよみたいなことも、そのアテネ市民には説明してたんですよね。だけど全然上陸できないわけですよ。パロス島上陸できませんみたいになってて、で、大枚はたいて、遠征したにもかかわらず、結局攻略できずに帰ってくるんですよ、ミルティアディス。で、追い返されちゃった。
みたいな。しかもミルティアデス怪我しちゃいました。いや、テヘペロみたいな。もうアテネ民会大激怒。てめえテヘペロじゃねえんだよ。どう落とし前つけてくれんだよ。市民の血税なんだと思ってるんだ。この先導者めーみたいなことをもう言われてですね。遠征に失敗したミルティアディスはですね、今度は先導者のレッテルを貼られます。市民を先導し、欺き戦争を行った罪っていうのを着せられてですね、50タラント、なんか数億円ぐらいの、今の価値で言うとね、もの罰金刑を受けることとなるんですね。かつての名将も一度失敗すれば名声は地に落ちる。そんな中、怪我が悪化してミルティアディスは死んでしまうんですね。いや、マジで民衆って怖いですね。これはもうね、クレイステネスの改革のおかげでというか、せいでこうなってるわけですからね。そしてまたリーダーシップを発揮できる指導者がいなくなったゼロ G 状態のアテネ。また決まるものも決まらなくなっていく。で、このままじゃまずいと思って、みんなで一丸となって頑張ろうぜみたいなことを言うと、あれ？あいつ、選手になろうとしてんじゃないの？怪しいなみたいなことを言われて、当変追放の浮き目に遭うわけですよ。これで当変追放の嵐が吹き荒れるんですね。毎年総理大臣変わるみたいな、もうスキャンダルとゴシップで足の引っ張り合いみたいな感じになっていくんです。そんな中ですね、ラウレイオン銀山ってとこで、新たな銀の鉱脈が見つかるんですね。で、民会で多くの人がみんなで分け与えよう。そうだな、みたいな。マラトンではみんな頑張ったんだしな。みんなで分け与えようぜ、みたいな感じで言ってたんです。市民で分配して、こう分けようとしたんですよ。で、お祭りムードの中ですね、水を差すやつが出てくるんですよ。テミストクレス。アルコンの一人ですね。盛り上がってるところ申し訳ないんだけどさ、みんな今どういう状況か分かってる？ペルシャが再びやってくるって分かってる状況で、うちらはパロス島の弱小ポリスすら落とせなかったのよ。どう？勝てると思う？銀でも抱いて死ぬか、あんた。その銀があれば盛況な海軍の一つや二つ作れるわな。ペルシャって海軍強かったっけ？大したことないよね。ならもうやること決まりだよね。みたいな。もう淡々と説明して民衆ぐうの音も出ないみたいな。21世紀の日本人ちょっと身につまされますみたいなね。選手になろうとするやつだったらね、民衆に銀配ろうとするじゃないですか。だから逆に、銀をね、そういう、海軍の増強に使おうとしたことが、まあ信頼を呼んだわけですよね。テミストクレスは、マラトンの戦いの頃からアルコンだった人なんですよ。ベテラン政治家が出てきて、こう、先導者とかがいっぱいいる中、周りがこう、先導したね、こう、銀を配ろうとしてる中ですね、冷静に正論で収めるみたいな構図なわけですね。その頃、ペルシャでは、ダレイオス一世が死去、クセルクセス一世が即位します。いよいよ第三次征伐、テルモピレ、サラミスの海戦。続きは次回。この番組は世界史の通信を楽しもうという趣旨でやっています。世界史だけじゃなくていろいろ脱線すると思いますが、面白かったらレビューとかお願いしたいと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。